サブチャンネル毎日投稿が終わり、新生活が始まり、ポンスの幼稚園が始まり、もう疲れて疲れて疲れて頭がパーになっておりました。今日からまたぼちぼちと YouTube の方を頑張っていきたいと思います。ポンスが4月から幼稚園が始まりまして、毎日頑張っていってるんだよね。でね、ポンスは幼稚園から帰ってくるとだいたい昼寝をして、で私と何か外に出かけるか家の中でゲームをするかみたいな感じになってます。何急に、はいはい、ありがとうありがとうありがとう。で、今週末はね、パパがなんかどっか遊びに連れてってくれるみたいなので、男旅してくるでしょ。でね、お弁当が始まるんだよね。お弁当やばいよね。まず試練だと思う。でもちょっとマジで頑張って、お弁当はちゃんと微妙な感じになったとしても、まあお弁当を作るっていうね、この母親っぽいことをちゃんとやっていきたいなと思っています。ね、女性 YouTuber 大運動会の開催が決定しまして、今ね着々と準備を進めているところなんですけど、まあこのねご時世なので、まあ、開催時期とかタイミングとかはかなり慎重にね進めてやってるところでございます。ちょっと私この間インスタグラムでちょっと、ね、プチ炎上しちゃった時があって、それあのまん延防止なんとかっていうのがされてる時にちょっとこう打ち合わせみたいな感じで会っちゃったんだけど、まあ、会うことが悪いっていうか、それをなんか正しいことみたいな風に世の中に発信してしまったことが間違いだったかなと思って、それはちょっと申し訳なかったなと思ってるところではあるんだけど、なんかさ、その人にとってのさ正しいこととみんなにとっての正しいことがさ食い違う時って、これから生きてたら何回も何回もあると思うのね。その度に私はそのこととか行動をね、あ反省しようって思うには思うんだけど、やっぱりね、あやまんはね、自分がね今やるべきだって思ったことに対しての優先順位はね、それを優先する気持ちみたいなのはねすごい強いから、まあ SNS に上げるべきじゃなかったなと思って、そこをちょっと反省してますね。はい。でですね、なんか最近のまあ悩みっていうか、ずっと言ってんだけど、これはもうずっと解決しない悩みなんだけど、しばなんチャンネルっていうものが今もうあやなんチャンネルにほぼなってるわけね。ちょっと口紅つけるの忘れてた。なんかあやなん一人でどうしようどうしようって焦ってるっていうかさ、私一人でもできることをまあポツ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 コツコツ地道にやっていくっていう形でいいのかなって今はね思ってます。うーくんたちの活動を誰よりも応援してるので、なんかそこを妨げてでもしばなんチャンネルをやるべきとは全く思ってないから、私ができる範囲のことと私とうーくんでまあなんか撮れる時にね楽しい企画を撮ったりとか、本当に1週間に1回でもいいからしばなんチャンネルをもうちょっとね定期的に動画が上げられるといいかなって思ってんだけど、もうねなかなかむずいんだよね。うん、いやー、まあでもそういう時ってあるから、キキも飛べなくなる時あったし、魔女の宅急便のキキは飛べなくなった時があったの。私もそれだなと思って、うん。でその魔女の宅急便のキキの友達の絵描きのお姉さんがいるじゃん、名前忘れちゃったんだけどさ、あの絵描きのお姉さんも、私も絵描けなくなる時あるよ。え、描けなくなったらどうするの？何もしない、ただぼーっとしてなんとかかんとかみたいな、そしたらまた描きたくなるんだよねみたいな流れが、会話があったの。あー確かになみたいな、本当に何もできなくなったら何もしないのがいいんだなって。でもやらなきゃいけないこともいっぱいあるんだけどさ、まあでも私は YouTube は楽しんでやりたいから、気が向くままに赴くままにそれをそのまんまアップしていこうって思ってるので、まあ無理にはやらないつもりです。でも女性 YouTuber 運動会だけはねマジで気合い入れて計画してるから、で対策どうするかとか PCR 検査受けたりとかそういうのもねいろいろ考えてやってるから、まあ、なんかねやってない人にちゃんと考えないよみたいな風に言われるとめっちゃ、いやまあ考えてないように見えられてもしょうがないようなことをしてるのかもしれないんだけど、いやめちゃくちゃ考えてるし、ちょっとイラッとしたからって私に対しての攻撃の多さがすごすぎて、ちょっとほんと勘弁してほしいよね。みんなそうやんこの世の中、
で表にそれが出たからってバーってこう行くわけ。そのなんか一個ちょっとでもはい来たみたいなやつがあるとそこにもう狙いを定めてバーンみたいな感じで来るから、いやいやもうちょっとさ、なんかこっちの気持ちも考えてって思う。わかるけど私とあなたは1対1だから、別に私ただ一人の人間だしさ、間違う時もあるし、でもやるべきことはやってるし、みんなもそうでしょ、やるべきことはやるっていう風にして生きてるわけじゃん。別にチャラチャラ遊んでるわけでもないしさ、なんか真剣なことを真剣に取り組んでるうちの一つだから、私の中では楽しみにしててほしいんですよ。なんか疲れちゃってると思うんだよね、みんなちょっとずつ。自分では気づいてないかもしれないけど、まあ、なんとなく人に八つ当たりしたくなったりとか、なんか目についたイラッとしたことに対して相手の気持ち考えないでそのまま発言しちゃったりとかね、あると思うんだけど、まあ、会ったことも見たこともないような人に対して文句を並べるのであれば、そんな時間を費やすよりも今身近にいる人に LINE して大事なことを伝えるとか、そっちの方が大事だと思うんだよね。明日死ぬかもしれないとかさ、今このこういう状況の中でさ、関わる人も狭まってるじゃん。だからさ、今本当に大事にできる人は今大事にして、本当にありがとうっていう気持ちを持って大事にした方がいいと思うんだよね。人を嫌う労力って結構重いと思うよ。でもそれでも時は進むし、幼稚園は毎日あるし、学校はあるし、会社も休みにならない、そんな中で生きていかなきゃいけないんだ私たちはな、ボス。なんか私はみんなのことも心配、特にやっぱ若い子っていうか学生とかね、いろいろ思い詰めすぎないようにね。私もよくな、落ち込んだりするけど、そのたんびにみんなに救われてるし、みんなに発散して、ねえ私こういうことがあったんだけど、こうなんだけど、こうなんだけどってめちゃめちゃ話しまくってるからさ、そのたんびに復活できるんだよね。本当にありがとうって思ってる。かゆ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 。ポンスもね、新学期が始まって新生活が始まってさ、ね頑張ってんだよね。だから週末は遊べるときはすごい遊ばしてあげて、楽しましてモチベーションを作ってあげて、ママもいろいろやってんだよあなたのためにね。そんな感じですかね。まあ、とにかく私はもうちょっと柴優と一緒にいたいなって思う時もあるんだけど、でもそれはもう超えたの。なんか私って昔はもっと柴優と一緒にいたい、もっと柴優との時間増やしたい、なんで早く帰ってこないの、また今週また撮影伸びたの、もう嫌だみたいな時期があったの。でもそれしてたらね、柴優のパフォーマンスがマジ下がるから、ほんと良くないと思って、もう柴優のことを考えないようにした。それが一番いいだから寂しい結果なのかなこれって。でもさ、超協力的になってると思うんだよね今。なんかね、本当に頑張ってほしいって気持ちがマジであるからさ、今そういうフェーズに入ったからね。私はもう柴優のことは放任する、それが一番あの人がいい味が出せる一番のスパイス、これが。はい、充電が切れたので携帯電話で最後は撮ります。でも柴優って意外と連絡マメだし、ちゃんとなんか必要なことはすぐ返してくれるから、そういうところは本当いいなって思う。うん、はい、ということでね、もうちょっと充電切れちゃったんで終わりにしたいと思います。じゃあまた何かあったら動画撮りまーす。じゃあねー、ありがとう。